マリオカートやっていくぞー。イエーイ。どうも皆さんこんにちは、ゼロメガです。デイビッド1号です。デイビッド2号です。さあこのまま勢いだけでマリオカート8デラックスをやっていく。キャー、説明しろ。ナオリちゃん挨拶もなしに暴力はいけねえですぜ。そうだ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 、クリームソーダ。おい、それは面白いと思っているのか。ですね、まあなんと言いますか、このゲームにもロックマン要素があるわけだし、マリカ自体もやりたい気持ちを抑えられなくて買っちまったわけですよ、うず主が。マリカは神ゲー。この間のマリメ2の動画も好評だったわけだし、お試しでこっちも作ってみようってことになったわけですよ。そういえばこの間のマリメ2の動画の時あいついなかったな。それで動画が面白くなるんならその方がいいとの判断だそうで、それに少しずつ扱うゲームの幅を広げていきたいんだそうで。なるほどな。まあ一応慣例にのっとって第1回目はロックマンでやってみましょう。いたのか、このゲームにロックマン。間接的にではありますが、まあやってみればわかるんじゃね。そうだな、やってみるか。というわけで早速キャラとカートを決めよう。操作キャラだけで偉いいるな。まあ僕が今回使うのはミーなんだけどね。こうしてロックマンスーツ持ってと。なるほど、ミーにロックマンのコスを装備させるのか。ウプ主はロックマンのアミーボ2つ持ってるからね、すでに飾ってある片方を使ってこのスーツを装備できるようにした。ちなみにミーもロックマンらしくするために作った。FC 版のロックマンの髪の色は青いから、そこも再現か。ロックマンの髪の色が黒くなったのはいつからだったかな。多分9あたりじゃないか。細かいカスタマイズについては割愛、曲がりやすさは重視していると思う。今回走るのはワリオ鉱山。可もなく不可もないコースって感じか。極端なヘアピンとかないもんな。お前のレート1219は高いのか低いのか。初期値が1000で始めたばっかりだから低い方じゃないかな。スタートダッシュ成功。やったぜ。なかなかいい成績のようだな。ふっふっふ、この僕を誰だと思ってんですか。かつて東京湾を攻めたことのある伝説のレーザーと呼んで。あ、そういうの別にいいから。少しくらいカッコつけてもええやん。そうだそうだ、クリームソーダ。お前らそれ気に入ったのか。見てくださいよ、ナオリちゃん1位ですよ。1位、0.5 秒くらい1位だったな。実証、目の前のドンキー。とはいえそれでも普段のレース展開と比べたら随分マシな成績じゃね。普段6位から10位くらいを這いつくばっているからな。お前らそれ言うなよ。このままこの順位を保ち続けているだけの動画だったらちょっとつまらなくないか。珍しくうまくいった動画だと動画的に面白くないとおっしゃる。大桜さんを見習え。お前はもっと芸人になれ。僕に何を求めてるんすか。正義の味方のコスプレをした人が猫ピーチとぶつかり合って遊んでいる。地面だけだといろいろ危ないなそれ。はい、1位。このまま最後まで1位を維持してゴールを。それじゃあ面白くないからカットだな。第1回目からカットしちゃいろいろやばいでしょ。そうだそうだ、クリームソーダ。お前らはお前らでいつまでそれ言ってるんだ。まあクリームソーダは美味しいから仕方がない。ナオリちゃんこれで1位になったら僕ら3人にびっくりドンキーでソーダフロートおごってくんない。わーい、ソーダフロート、ソーダフロート。お前に1位になる実力があるとは思えんだな。まあいいだろ、乗ってやるよ。その賭けに。だけどお前今4位みたいだが。ああ、順位がどんどん落ちているー。しっかりしろ赤いの、ソーダフロートがかかってんだぞ。ソーダフロート飲めなかったらメントスコーラの風呂に沈めるぞ。うわー、この2人いきなり着マックス。はっはっ、違う。これを見越していたのか。だなこー。どうしたどうした、順位が全然上がらないではないか。縮小、バックが見えてこない。っていうか今何に被弾したー。9位だとわかな。これでは我々の野望が。お前らはソーダフロートで何をやろうとしているんだ。頼む、ダブルアイテムボックス、俺に力を分けてくれー。うおー、キノコ4連発。なんだと、順位を押し上げ始めている。この先の固まっている連中を抜き去れば前に出れる。キノコは残り2つ、いつ使う。温存して一気に抜き去るか。トップは使え、スピードを殺さずにストレートで抜きたい。あと3人前を走っているのか。1位だけなんか独走状態で前を突っ走ってるな。このゲーム1位の独走を見ると一人だけになっちゃうんだよな。心配はいらない、僕にはこのキノコがある。あ、せっかく3位だったのに。また抜き返してやる。うおやー、バカな、やつのキノコ力が上がっていくだと。前方の3位を捉えた、もう少しで抜ける。3位だ3位だと思ったら2位だー。だが1位には程遠い。それに2位争いもまだ結果が出ないな。全力を尽くすよ最後まで。はぁ、あのイカはじゃあ2位だ2位だー。うおー、これはわからなくなってきたな。誰だよこんなクソアイテム考えた人。目隠しなんてレースじゃ邪道じゃないか。人間道3位、次の後でこのアイテムはなかったことにしてもらおう。そんな賢人がこのチャンネルにあるわけないだろ。なんで青コーナーだー。
最後の最後に2位を逃した。残念そうだフロートが。わかったわかった、おごればいいんだろ、おごれば。治り殿最高でござる。一生ついていくでござる。調子いいなこいつら。ってわけで今回の動画はこの辺で終わりかな。これって続編あるの？なんかかなり一発ネタだった気がしたけど。好評ならやるかもしれないんだと。曖昧だね。ロックマン以外にもプレイする対象を広げていく予定ではあるが、不要なものを無理に続けるわけにもいかないしな。発売から結構時間経ってるしね。というわけで、今回の動画はここまでとなります。次の動画を見逃さないために、チャンネル登録、Twitter フォローをよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。